ポーツカーの集まりとしてはマジで裏勘の足がナンバーワン。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、裏勘のグループ4ですね、やっていきたいと思います。グループ4って何なんだろうな。基本的にスーパートロフィオとはまた違うのかな、ちょっと分かりませんけどね。これね、市販により近いレーシングカーだと思います。かっこいいね、これね。なんかね、ペルフォルマンテに似てるね。アンダースカートの感じとかかっこいいっす。はい、やっていきたいと思います。裏勘のね、グループ4を首都高に持ってきました。内装本当に比較的チャレンジに似てるな。まあスーパートロフィオみたいな感じなのかね。さあ、じゃあね、ちょっと行ってみたいと思います。ハンドルかっこいい。がっちりしてるな。いや、いいよ、悪いとこ何にもない。これ欲しいわ。普段乗りこれでいいわ。俺これにエアコンつけて助手席つけるわ。いやー、楽しいだろうな。ちょっとアンダー出た。オーバーが出るよりはアンダーが出る。手下げてこう。マジでいいわこれ。うわー、しっかりしてるし、ボディが、ボディ剛性めちゃくちゃあるよ。めっちゃがっちりしてる。ほとんどグループ3と変わんねえな。 GT3 と変わんねえよこれ。何が違うの。馬力かな。400馬力だよな。でもね、ほんとね、裏勘、ノーマルの裏勘もね、めちゃくちゃいいよ。ほんとこういうハンドリング、ちょっとあんまり出ない。アンダーも出ないし、あのね、これ多分あんまりちょっと再現されてないけど、本当にね、まあ、これがその足なのかどうかわかんないけど、マグネライド、もう裏勘のマグネライドね、最高にいいねと俺は思ってる。ナンバーワンだよ。足回りとしては、スポーツカーの足回りとしてはマジで裏勘の足がナンバーワン。これはもう超えられてない。はい、まあね、ちょっとサーキット行きますね。はい、じゃあね、裏勘やっていきたいと思います。裏勘はね、ほんとこのレーシングが欲しいよね。ペルフォーマンテじゃなくて、なんだっけ、スーパートロフィオ、すごいよ、すごい欲しいよ。1億円だから、ね、知らんけど、全線出ると1億円だから。スーパーカー、1億円のスーパーカー買うんじゃないか。1億円がね、1億円のスーパーカー買ってもリセールがあるからさ、まあ、7000万では売れるじゃんみたいなところあるじゃん。でも本当レースはさ、1億円なくなっちゃうから、ね、1年で、
1億円のスーパーカー5台楽しめるんだ。リセールをだからリセールを考えたらね、だから本当レースしてるっていうかスーパーカーでレースしてる人は本当すごいよ、うん、ちょっとスーパーカー1億円のスーパーカー持ってますっていう人とはちょっと桁が違う、うん、もう全然レベルが及ばないみたいな感じ。まあ何事にもね、上には上がいるってことだよ。まあ俺もチャレンジでねレースしてたけど、ペーペーですよ、ペーペー。ほんと金かかるよ。まあ大体ね、タイヤが30万ぐらいで、まあ、50周ぐらい走れるのかな、まあ、60周だとして1周5000円じゃん、タイヤ代が、うん、そうやって遊んでるうちに雑談してるうちに、はみ出してフラットスポット作るじゃん、はい、タイヤ交換なんだから30万みたいな。だからレーサーの、まあいろんなレーサーの若い頃の話とか聞くと本当大変そうだもん。やっぱりそのスーパーカーでレースしてる人たちはね、まあある程度こう社会的な地位があってお金があってやってる人たちだから、まあね、いいんだけど、レーサーは本当大変だよね。スポンサー集めてってタイヤ代稼ぐのに必死みたいなところがあるらしいっすよ。そんな話すごい聞きますよ。ほんとチャンピオンってすごいんだよマジで尊敬するわ。その点本当ね、 VR は楽ちんでいいよ。タイヤ1セット分じゃん、だって全部買っても本当によく言われたわ。俺もだからチャレンジちょっと週末乗りに行くわって言ったら、もういくらなのって話を、タイヤとメカニック呼んで車はその後メンテして、あー楽しい。いやーこれいいよ。でも本当にすげえなんか気持ちいい。淡々と走っていける。12秒、あ全然いけるな。まあロードスターでもレースやってたじゃん。ロードスターでも金かかるからね、ほんと。ほんとにロードスターのレースやめたら安いフェラーリ買えるわぐらいの感じだ。ね、これで実際ぶつけたらほんと大変なことになるからね。また怪我するのはいいやと思っちゃう勝手に治るからって車壊したらだって勝手に治んねえじゃんみたいな。骨折してももう勝手にくっつくわぐらいの感覚に一瞬陥る本当にね、異常な世界だよ。だから本当にね、この VR で運転を覚えるって大事だよね。はい、さあ全然タイム出てないけど大丈夫これ
え、こんな、だって、ダメだろ。5秒ぐらい出なきゃダメなんだよ。もう喋りながら、ドライブ気分で。全然いけてねえわ。ちょっと、本当パワーが、もうパワーだな。ただ喋りながらこんなもんか。はい、いかがだったでしょうかね。変な雑談しちゃったけど、いやマジでねレースは大変っすよ。だからもう VR でね、若い人は頑張って。あ、これも高いんだけど、本当レースやるよりはもう全然安いから。そう、あとだから VR のいいところをもう一個言っとくと、やっぱりね本当に家族を心配させないんだよね。それは本当にいいと思いますよ。だからやっぱりねスーパーカー乗ってサーキット走ってってやりたいとは思うんだけど、まあそういうのも俺もやってたんだけど、仲間とかもいてさ。でもやっぱりね、なんていうの、まあスーパーカー仲間をサーキット行こうぜって誘う時に、その奥さんとか彼女とかがやっぱりこう誘わないでっていう、なんかさ、でも、うん、自由にやらせてあげたいんだけど、でも心配じゃんっていう感じがやっぱあるんだよね。そういう本当に、うん、そういうのを見ると、なんか俺本当にこの VR はね流行らせたいと思ってんだよね。マジで、だって乗ってんのと変わんないんだったらこれでいいじゃんっていうさ。だからこれがもっともっと進化して、よりリアルにシミュレーションとかもなってっていうことを本当に期待してますね。やっぱり若者のためにもなるじゃん。こんなさロードスターでさ何百万ってコストもかけられないからさ、これだったらもうピッピッピッってチューニングして、ピッピッってセッティングすればさ、まあ、そんな感じになるわけじゃん。だからこれがもっと進化すれば、モータースポーツって意味がね命がけでもなくなるし、そういうところがね本当に期待してます。はい、またねよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。